朝は結構みんな黙々とって感じなんで。いや、試合の朝、喋る余裕もないぐらい食べ出さないといけないから、朝は喋んないっていうか、うん、そうっすよ。あの、早食いってわけじゃないけど、早く食べることを身につけとかないと、試合の朝すごい大変になっちゃうので。お疲れ様でした。ご飯は1杯どのぐらいになった？大体皆さんこの1杯目大体2合、あ、はい、2合です。そうそう、うん、でおかわりするってことです。塩、塩まだおしゃれしてる。そんなちゃんこ食うのにお前そんなおしゃれ。いただきます。大輝、はい、このお肉の食べ方、お前この前力説してたな。はい、なんかこのご飯にかけて醤油とマヨネーズをかけて食べると美味しいです。ご飯にかけて醤油とマヨネーズをかけて食べると美味しいです。じゃあ醤油とマヨネーズ。はい。うん、お味はどうですか皆さん。美味しいです。美味しいです。監督の料理で一番美味しいものは何ですか。あ、親子丼です。親子丼、はい。お、全に聞いてみようか。親子丼大地は今の納豆オムレツです。おじさん、年に2回ぐらいしか食ってないです。いや、うまくできなくて。うん、凛之助は？自分はポテサラです。なるほど。そりゃ徳之島で作ってる。これタイプは？ニラ玉です。あ、ヤクモ野菜炒めです。こういう、はい、リュウはカレーです。あ、パス親子丼です。しょうがいい。ああ、いいやな。3人分だからな。うん、お願いします。綺麗に起きるよ。無礼だろ。結構あるよ。はい。どのぐらいですかね。1号あるんですかね。これから何ですか。これから夜食を食います。夜食、今日の夜食はカレーです。カレー、うん、初カレー。これ誰が作ったカレーなんですか。先生です。あ、先生の手作りカレー。はい、素晴らしいです。お、分けるのうまくね。うん、すごい、すごい、美味しそう。手合わせていただきます。いただきます。ごめんちょっと見て。
ぐらいがちょうどいい、うん、ココイチのカレーってこんな温度だよな。ん？ココイチのカレー、うん、うん、そうなんですか。夜ご飯から何時間後ぐらい2時間後くらいですよ。あ、ほか半時間後、半時間後、結構きついよね。結構ね、だいぶ、うん、か食べないといけないって感じだ、ルールとして。そうですね、あ、体重が増えるんで、うんうん、それがまた皆さんかかってます。あ、他なんか何食べますか、カレーが。自分でオムライスみたいな、うん、作ったりとか、自分で作ってる、うん、あとフリカゼとかどっち、うん、うんうんうん、タンカンってあれがそこだっけ、トノシマ、トノシマ、何と何が混ざってるんだっけ、みかんとポンカ、うん、なんでタンなんだろう、なんでみかんのことタンとかいいんじゃない、うん、分かったっけ、めっちゃチェックした、でかいもう見てほしい、教師、ごちそうでした。ごちそうでした。誰よりも早くパリを目指して走ってきたので、パリオリンピックでメダルを狙う飛び込み界のニューヒロイン、東京オリンピック目前で起きた悲劇、知られざる復活までの日々に迫る。